はい、こちらが奥白滝の湧別川ほとりなんですけど、滝の上駅停所の石碑がございました。で、隣はね、畑作ですか。裏に碑文がございました。明治26年に設置。字が見えませんね。長野県の中沢健三郎さんが駅停取扱人みたいですね。で、10頭の馬がいたようです。明治45年3月に風呂場からの出火により駅舎とを全焼。白滝寄りの場所に再建された模様ですね、この場所からね。で、取扱人が変わったりして、どうなったのかな。利用者はわずかだったそうです。で、旅行者にとっては適当な憩いの場であった。昭和7年石北線、JR だね、国鉄か、この時の開通によって駅停所は廃止になりましたということです。綺麗な御影石です。はい、滝の上ね。芝桜の滝の上ではございません。こちらはね、奥白滝です。遠軽町ですね。はい、JR が開通したことによって駅停って全滅したんですよね。で、その列車自体が今危ないといった模様でございまして、高規格道路、道路の整備とかで、ほとんどね、JR も利用する人少なくなってきたんじゃないでしょうかね。歴史はね、巡り巡るんですね。不思議ですね。将来は車じゃなくて空飛ぶ円盤のようなものに人間は乗ってるのでしょうか。はい、以上でダクソンでした。はい、雪の多い北見峠を越えてですね、上川町側の第二次中越関節駅停所跡到着いたしました。以前私ね、ここね、中越駅の設備だと思って訪れたことあるんですよ。で、奥にある建物ね、駅停でも何でもないと思います。外壁が漆喰みたいなコンクリート、アルミサッシも入ってるし、違うと思うんだ。これ JR の設備だと思う。で、これがね、駅の JR の駅の後の石碑なのかなと思ったら違うんですね。駅停だったんですよ。で、この字読めなくてなんだか分かんなかったんですね。で、こちらにね、駅停の後、中央道路でしたっけ、1から12のうちのどれかなんでしょうね。裏に書いてます。明治34年ポンルベシベ川合流からこの地に移転したそうです。チカリ別拓殖地入り口に移転。なんだこれ。場所変わったんですね。平成4年10月建立って、おそらくこの石碑のことだと思います。綺麗な御影石ですね。で、こちらがね、 JR の線路を走ってて、この石も見とくか。これ何だったっけな、前回も来たんですよね。列車来た。俺、撮り鉄でもないのにこうやってね、結構列車来るんですよね。なんか来ますわ。おお、網走方面に行く特急列車です。
ここにね、善通記念の石があります。かなり古い感じのする石なんですが、住友って書いてるんで企業的なあれでしょうかね、わかりませんが、ありました。はい、以上です。